皆さんこんにちは、カイトーです。ということで、いやー、やってきました。いよいよね、この実況を撮る時が来てしまったようです。僕もね、ちょっと携帯のね、携帯ゲームに手を出そうと思いましてですね、まあちょっと探したらこんなね、クラロワがねあったんで、まあちょっとクラロワをパパパパパパンって、まあ1週間ぐらいやって、まあこの程度ですよね微妙なんだよなぁ。でね、この巨大宝箱ってやつ、こいつがね、出たんですよ。なんで、開いていきたいと思います。さあ、来い。金。矢か、12。小屋、14。ババ、110。気違い。終わった。マジか。でね、僕、いろいろ試してるんですよね。その、編成をね。やべ、電池13%しかねえ。やっぱこいつがね、一番安定するかなっていう、個人的には思うんですけど、こんなもんかな。まあ一回やってみましょうか。やってみればわかる。やってみればわかる。てか、マッチングしねえ。てれれれんと。じゃんじゃじゃじゃん。お、これは、よろしくって言っとくか。おっと、クロスボウが来てしまったぞ。これは一体何ということでしょう。何ということでしょう。ちょっとそれは言い過ぎ。ちょっと待って、ホグライダー出して、これ出して。ちょっとホグライダーでちょっと破壊しましょうかね、こいつを。OK ですね。多分何とかなるでしょう。OK ですね。マスケット重視後ろから出して、これプリンス来ましたね。プリンスナイトで防ぎましょう。で、ジャイ出して、とりあえずプリンスのあれに、スケ4のやつ出して、いい感じですね。お、来ましたね。まあ、いい感じのやつが来てくれましたね。キューン。って感じで、まあ、いい感じじゃないですかね。これ今回ね。続いてマスケット重視出てきたんで、まあ、マスケットがマスケットの方行っちゃったな、これ。無理そうやな。見ましょう。見て。来たらそれに合わせて出す。スケルトン出して、ホグ出しましょうかね。タイミングでホグが死んでくれると助かるんですが、ホグ死ななかったですね。なんでかっていうとですね、まあ、このホグライダーですね、死んでくれて、まあ、その、右のタワーが、体力が少なくなるじゃないですか。その体力が少なくなってくると、タワーを1個でも破壊しちゃうとですね、その、奥のキングタワーが起動してしまいますので、起動してしまうとですね、まあ、それはめんどくさいことになるんですよ。強いんでね。やばいですね。防衛したいところ。つけぶった出しましょうか。で、ジャイを出して、後ろ、ちゃいますな。これを出して、ホグ出しましょう。がっつり攻めていきましょう。敗者なう。なんか来たぞ。マスケット重視出していきましょう。これでもう一気に攻撃に転じましょう。無理そう。あ、ちょっと待って、圧巻。このまま耐えれば勝てますね。スケルトン部隊出して耐えましょう。守りのジャイ。これぞ守りのジャイ。これで勝ちましたね。守りのナイト。勝ちました。お疲れ様です。ありがとうございます。そいつキッズだな。めっちゃライン来た。勝ちました。銀の宝箱、ありがとうございます。早いな。なんかいっぱい送られてきたな、ライン。まあいいや。ということで、ちょっとこいつのレベル上げましょうかね。いいですね。ゴブリンがね、実は強いんですよ、これ。強いんで、レベル6になったんで、まあちょっと使っていきたいところですね。やっぱこれ。ゴブリンがね、地味に2で、エリ2で結構低いんで、
で、攻撃力も高いっていう、まあ、いい感じのやつなんでね。で、強いのがガゴラッシュですよね。これは、使ってみましょうか、今度。次の実況動画で。ということで、次回ですね、ガゴラッシュやってみたいと思います。それでは、皆さん、ちょっと待って。編成だけ組まして。編成だけ組ましてね。頼むよ、編成だけ組まして。これ先にアップグレードしよう。しちゃおう。アップグレード、アップグレード。オッケーオッケー。でね。でね、でね。インフェあるね。あ、インフェあったんだ。初めて知った。ガゴラッシュにちょっとレイジウも組み込んでいきたいところですね。スケスケの。お前絶対墓石の方がいいんだよな。個人的にね、この、こいつより墓石をね、入れた方がね、個人的にはやりやすいっていう印象があるんで、まあ、防衛用にバルキリーかなんか入れといてっていう感じですか。こんな感じで、次回行ってみましょうかね。ということで、お疲れ様でした。それでは、さよなら、バイバイ。